はい。ご満了おめでとうございます。あきことも今、あきこさんね、25歳実家暮らしです。今は父親と姉、30代と、父方、祖母と暮らしています。父親は自分の思い通りにならないとどうなったり、物にあたります。今年中にずっと反対されて一人暮らしを始めると決めているのですが、父親は消えるのが分かっているので、残った姉と祖母が心配です。私の気持ちは決まっているのですが、後のことをどうしたらいいか悩んでます。まずですが、まあ、あきこさんはもう大いにアダルトチュードレンの気質があって、子供の頃から、やっぱりお父さんとお母さんの親代わりっていうかね、で多分ね、あなたバランサーやってるね、家の中で、あなたが接着剤になってますね。あなたがお父さんやお姉さんや祖母、おばあちゃんをつなぐ接着剤になってるから、なんかあなたがいなくなると家の中が崩る感覚があなたの体感としてもあるよね。で、実際家族もあなたのことをバランサーとして、言葉を悪く言うと、利用しています。はい。つまり、あきこさんね、あきこがいると助かるわとか言われてるはず、子供の頃から振り返って。実際あなたがいると家族がなんとなくこう収まるんですよ。ただそれはあなたの人生を生きることにならないから、一人暮らしは正解だと思います。で、ちょっと真剣に考えてほしいのは、確かにお姉さんとおばあちゃんは心配だと思う。お父さんが何をしでかすか分からなくて心配かもしれないけれども、あなたはこのままおばあちゃんとお姉ちゃんとお父さんの家族のバランスを取るために生まれてきたわけじゃないし、家族のバランスを取るための人生生きたいですかってことはまず真剣に考えてほしいのね。で、まあ、ここで急に言われても感覚は分からないかもしれないんだけど、あなたがこの家を出ても、姉とおばあちゃんと お父さんは、それはそれで必ず生活はしていきます。うん。そして、そのお父さんとこのおばあちゃん、つまりお父さんとお父さんのお母さんの問題っていうのは、あきこさんが生まれる前からあるから、あなたは全部背負えないのよ。で、お姉ちゃんはお姉ちゃんで自分の人生があるか、あって、あなたはお姉ちゃんの親ではないし、お姉ちゃんの人生を背負えないんですよ。だから、すごくね、怖いと思うの。あなたがいなくなったら、もうなんかおばあちゃんも、お姉ちゃんもお父さんも大変なことになって、なんかこの家が崩壊しちゃうんじゃないかって感覚があると思うんだけれども、その怖い気持ちもわかるんだけれども、でもそれでも、あなたは自分の人生どう生きたいかってことを考えなきゃいけないし、自分がこの家のバランスを取ってきたんだなってことも自覚しなきゃいけない。で、あなたがいなきゃいないでね、またうまいこと回るんですよ。うん。だから確かに今はあなたがバランスを取ってるんだけれども、あなたがいなくなってもこの家は回るし、そうは言っても罪悪感が湧いてくるとは思うんだけども、でもあなたは自分の人生をどういうふうに生きていきたいのかってことを真剣に考えてほしいです。うん。そして確かに大切な家族だし、あなたは子供の頃から一生懸命この家族の面倒を見てきたと思うんだけれども、あなたの人生はってこと、あきこさん、あなたの人生は誰が気にかけてくれたのってこと。あなたの人生気にかけてくれた人は今誰もいないじゃない、あなたも含めて。だからあなた自身が自分の人生気にかけてあげてくださいよ。あなた自身があきこちゃんの人生をどうにかしてあげられるのはあなたしかいないからね。だから家族が心配なのもわかるけども、あなたの人生を心配してくれて、あなたの人生を思いやってくれるのは今現在あきこさん、あなたしかいないんですよ。だからあなた自身がどんな風に生きていきたいのかってことを真剣に考えて、あなたがその上で自分で決断しなきゃいけないっていうのも、私に言われたからやっぱり一人暮らししますみたいになっちゃうと、やっぱりいつかどこかで引き戻しに遭います。うん。誰かに言われたから一人暮らしをするとか、誰かに言われたから一人暮らしをしないとか、そうじゃなくて、あなたはどうしたいのかってことを考えなきゃいけないんですよ。うん。あなたはどんな人生を歩みたい？あなたはどんな風に生きていきたい？それがすごく大事な部分なので、そこを何度も何度も自分に問いかけて、ね。で、家族のことは心配かもしれないけれども、あなたはお父さん、お姉ちゃん、おばあちゃんの親代わりはできないし、お父さん、お姉ちゃん、おばあちゃんはあなたの家族だけれども、そうは言ったってあなたはその3人の人生の責任は引き受けられないんですよ。そんなこと不可能です。うん。だからそんな不可能なことをしようとしてる自分のおこがましさもあるって気づいてほしいの。うん。まずはあなた自身を助けてほしいし、あなた自身
に寄り添ってほしい。だって今まで秋子ちゃんに誰も寄り添ってくれてないんだもん。だから秋子さん、あなたが秋子さん自身に寄り添ってほしいなってすごく思いますね。うん。まあバランサー頑張ってきたね。接着剤やってきたね、絵の中のね。でももうあなたは十分よくやったと思うよ。25歳だしさ。で、残念ながらどんなに頑張ってもおばあちゃんもお父さんもお姉ちゃんも変わらないから。うん。変えられるのは自分だけ。で、あなたが変わったらね、不思議と家族が変わるもんなの。本当に深いところで繋がってるからね。だから、おじいちゃん、お父さん、お姉ちゃんを助けたいって気持ちがあるのであれば、なおさら、自分に力を注いであげてほしい。自分に寄り添ってほしい。自分の人生を真剣に考えてほしいなっていうふうに思います。自分はどうしたいんだろう、自分はどう生きていきたいんだろう、私の人生、うん、私が何とかしてあげなきゃ、そういうつもりで考えてみてください。繰り返すけど、橋本翔太に言われたからとか、友達に言われたからとか、誰々に言われたからとか、あるいはお父さんに引き止められたからとか、そういうんじゃなくて、あなたはどうしたいのか、あなたが自分で決めて、自分の人生のためにあなたが動くというのがすごく大事なのでね、それを考えてほしいなっていうふうに思います。もちろん家族は引き止めに来るでしょう。でもそれって結局さ、25歳にもなって未だにあなたを利用してるってことにもなるわけ。で、みんないい大人なんだから、自分のことは自分でやろうよってことなのよ。うん。おじいちゃん、おばあちゃんもお父さんもさ、あなたたち親子も関係の問題があるんだったら、自分たちでそれやろうよ。娘の私を巻き込まないでよってことなの。で、お姉ちゃんもお姉ちゃんでもう30代なんだから、お姉ちゃん頑張ってよって。うん。ちゃんと、抱えてきたものを相手に返してください。急にはできないと思うけど。それ考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。最近友達からさ、なんか歴史系だよねとか、武将系だよねとか、この前面白かったのがなんか三国志だよねって言われたんですよね。この、ほら、この髪型のせいだと思うんだよね。三国志の誰とかじゃないの。三国志だよねって言われた。さすがに私それ受けましたわ。誰とかじゃないんだ。三国志なんだと思って。これこのままだとあだ名が三国志になるなと思って。